はい、のさがようでございます。ではホライゾンゼロドーン続きやっていきましょう。前回までちょっと長っ、クリップっていうか動画長かったんで、4K ということもあって、非常にファイルが大きくなってしまって乗りくり5分割にしてしまったんですけど、画質を落としてもねいいんですけど、やっぱこのホライゾンゼロドーンの美しさっていうかね、グラフィックの良さっていうのは多分 4K が一番見ていても味わえると思うんでね、4K で引き続きやっていきたいと思います。では行きましょう。これ×と丸間違えちゃうな。まだローディングが長い。多分新作は完全にPS5 対応になってるんで、まあ、こういうローディングとかがね非常に早くなってるんじゃないかと期待はしてますけどね。まあでもこれだけ綺麗なグラフィックをやっていて、逆にこのローディング時間っていうのは、まあもう4年前5年前か、このゲームが発表され発売されたのは、それから考えると、まあ、非常に優秀なゲームソフトですよね。前なのに私を置いていったらしくない。ロストを探すと、どこだーい。 R1 で機械の装甲板を破壊できる。 R2 で小型の機械を転倒させられる。ああ、なるほど。うん、なんかまだ使用感がいまいちわからない。あ、これがセーブなんですね。で、材料を集めると。もうこのなんか空というか、この太陽を含めた光の感じがすごく綺麗ですね。よく作ってるな、このゲーム。今朝は狩りのはずだ。なんでいない。どこに行ったの。あそこで何してる。ただ突っ立ってる。一体どうしたんだ。ああ、結構スッと登れちゃいますね。アーロイ、来たか。何か問題でもあったのかな。ねえ、何かあったの。いや、話がある。
お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は？もちろん、あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。安息の地へ降りて、炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたら、あそこでアウトしよう。母の源へと続く門だ。あ、北の門？安息の地の端の？そうだ。さあ、行きなさい。気になることでも？何か悩み事？いいや、何でもない。試練の後のこと？試練の後のことが心配なの。分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。また後で話そう。はい。他に安息の地でやることはある？変わり者のグラータに食料を。時間があれば一週間分の肉を買ってやれ。一度でいいからお礼を言ってくれればな。一週間分の肉。規定に従っているだけだ。彼女が口を聞かないのは侮辱じゃない。ならいいけど。素材を集めに行く。でもカルストのところにも寄ってくる。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになるだろう。不吉なこと言うな。分かった、北の門で。なんかいっぱいあるんですけど。難しい。まあ、まずクエストか。槍の切っ先。試練に勝てるように長年訓練を重ねてきた。儀式が2日後に迫る中、最後の教えとして課題を終える必要がある。カルスト、目的ログは、カルストと話してトラップキャスターを取引で入手する。他にも取引してくれるアイテムがあるかもしれない。で、カルストどこにいるの？え？あ、ここで降りるのかな？え？これはどうやって掴むのかな？簡単につかめた。で、マップを開く。え、ストライダー。あ、ここってこと？ここまで行けってことなんだね。ははー。マーカー。あ、間違えた。マーカー。